麹後初めての週末。週末はもっと人の多いところに行かれる、ね、もう本当にこの三崎港の町が大好きで、もう何年も前、もう前のアナウンサーの時からよく来ていただいて、はいね、よく来させていただいて、知名度は抜群ですので、ありがとうございます。こんなとこまで来ていただいてありがとうございます。無所属の平山幸子氏は浜松の山間地にいました。何かちょっと課題とか最近のありますか？そうですね、まあ、田舎ですからね、静かな町なもんですからね、少し賑やかになってくればありがたかなと思ってるんですが、まだまだこれからね、またいろいろなもんで活性化させてもらうような頑張ってください。そうですね、暮らし目線の政治の必要性を説く平山氏。対話を重視し、従来とは一線を画す選挙戦を展開しました。その象徴となったのが各地で開いた座談会です。一番ご意見として多いのはやっぱり物価高の問題、これやっぱ苦しいという声を聞きます。どうでしょうかね、皆さん。あの年金は減ってるんだけれども、あの物価は上がっている、で大変厳しいという声、これ大きくあるような気がします。一番当たり問題だなと思う、子供が少ない日本はこれからどうなるだろうと。国を守るということをしっかり引き続きやっていきたいと思いますので、またご指導をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に民進党公認で出馬した前回6年前とは全く異なるアプローチで、組織を持たない草の根の選挙戦をプロデュース。それができたのも元 NHK キャスターとしての知名度があってこそ。ありがとうございます。 NHK でずっと見てたけれども、ありがとうございます。そうか、これやらないと。そうですね、久しぶりにお会いして、よろしくお願いします。頑張りますので。今参議院じゃないから平山幸子の名前だから、ね、選挙戦では無所属だからできることがあると繰り返し訴えました。無所属の参議院議員として培ってきたもの、積み重ねてきたこの経験、これは他に政党に所属する参議院議員誰にも負けないという自負があります。一部経済界からも後押しを受けました。無所属ですから、だからなかなかその力っていうのは限界があると思いますけどね、でも非常に大事な大切な気持ちだと思うんで。しかし平山氏の無所属へのこだわりに対しては、今回というのは残念ながら一人では仕事はできない。座談会でも感じが分かんない、はい、ないんだけどね、無所属で活躍。自民党の議員だったら、じゃあ例えばこの道を直してくれって言われたら、あ、分かったよってなるんですけど、平山さんにしてじゃあ自民党の引き継いでくれるかって言われればどうかなという。平山氏は過去3回の総理大臣指名選挙で自民党総裁に投票しています。平山さんには賛成する、基本指令では自民党の総裁を立つ、つまり全部あの与党員の準備をしている、さすが自民党に引き継ぎに与えるわけにいかない。無所属の現職は菅さん、そして岸田さんと2代にわたり自民党総裁を首相に1票を主犯指名で投じる、事実上自公政権を支えている一人です。自分の思いと近いところは岸田さんかなと思ったので、そこで期待も含めて、主犯指名は岸田さんの名前を書かせていただきました。結局多分みんな心のどこかでやっぱりこうね、平山さんの後ろに自民党を見てるんですよ。自民党にすぐ入るんでしょうとか言われますけど、うんうんうん、でもそれだったらもう前から入ってますよね。厳しい方の道を選んで選挙をさせていただいている以上、うんうん、それはもう私の思いっていうのは分かっていただけるのかなとは思ってて、だからそこはね、もうあのブレずにというか、うんうん、やってるつもりです。